皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。こうすけです。本名、冬川こうすけと申します。よろしくお願いいたします。僕のクラスは、最初にアップをして、その後、ストレッチをして、その後、トレーニングをして、最後、体幹をして、っていう流れが主にあります。で、その後に振り付けっていうのがやってて、1周目はそのトレーニング、ストレッチアップをフルで50分ぐらいだいたいあって、その後に1周目は振り付けがだいたい、8から多い時は8-8やっちゃいます。割とまばらではあるんですけど、で、3週4週とかになってくるにつれて、そのトレーニングとかをちょっと振り付けの時間を長くとってっていうスタイルですね。本当にその振り付けによって、なんかこの振り付けはもっとこういう風にした方がいいよねとか、こういう表現の仕方の方がきっとこの曲にはすごく合ってるねっていう時もあれば、それぞれの踊りを見せてほしいっていう、あまりイントロとかそういうのはやらないですけど、たまにここの1-8、2-8はちょっとそれぞれで表現してみてとか、やっぱそういうこともあるので、なんか言われたことだけをやるだけだと、ちょっとついてくるのが難しいかもしれないですけど、そこはすごくフラットにピュアになんかいろんなことにチャレンジして楽しめる人だったら、もう誰でもウェルカムです。ただ、あんまりこう手取り足取りっていう感じではごめんなさい、ないので。もうどんどん振り付けも進んでいっちゃうとか、4週目に来たら結構みんなもうメンタルブレイクみたいな 感じではあるんですけど、でもそれをすごく貪欲に楽しめると、めちゃめちゃ自分のクラスは楽しいんじゃないかなって思います。なので、短い振りをコアにやる日もあれば、もう長い振りを1回で覚えるっていう、なんかそういうトレーニングとかも、長い振りをいかに素早く覚えるかとか、なんかそういう感じで捉えてもらえたらいいかなって思うので、もし私に興味を持ってくださるのであれば めちゃめちゃウェルカムです。あとレッスンもめちゃめちゃ真面目にはやってるけど、その楽しさをイエーイっていう感じなので、それも大事なので、そういう感じですっていう、おーい遥かよ立ち止まれ。